本日はですね、C3 フィットの靴下について紹介したいなというふうに思います。で、それがこちらなんですけども、こちらの C3 フィットっていうのは、僕がよく購入しているノースフェイスという、ノースフェイスで売られている靴下になります。で、ノースフェイスの会社がゴールドウィンっていうんですけど、このゴールドウィンが開発している靴下になって、要はどんな方が使ってるかというと、例えば登山家の方であったりとか、あとプロゴルファーの方であったりとか、あとマラソン選手の方が使ってて、要はアスリート向けに作られた機能的な靴下っていう形になってるんですけども、その紹介をしたいなというふうに思うんですけども、でまずですね、この2足があるんですけども、1足ずつ実は違うくて、まずこちらの、定番の方のソックスから紹介したいなと思うんですけど、こちらがですね、アーチサポートアンクルソックスっていう靴下になってまして、こちらの靴下の、何がすごいかっていうところなんですけど、まず一つっていうのが、靴下なのにテーピング効果があるというところになるんですけど、普段って基本的に多分、足裏にテーピングってあんまりイメージが湧かないと思うんですけど、これが足の裏って考えた時に、足の裏ってアーチが3つあって、こっちが内側縦アーチっていうのが1つで、外側縦アーチで、横縦アーチっていうこの3つがあるんですけど、ここを要はテープで引っ張っていってる、引っ張ってあげてるような形、これが足裏と考えた時に、横内側縦外側縦っていう風にあるんですけども、これをテープでヒュッて引っ張っていってるような感じなんですけど、それが何がいいんかっていうことなんですけど、普段こうやって地面にこうひっついて足ってこう踏んでると思うんですけど、そうなってくると、ここのアーチという呼ばれるところっていうのが筋肉を収縮したり伸ばしたりとか、こう屈伸運動をするんですよ。短くなったり伸びたりっていう風に、アーチが、ここの3つのアーチがそういう風に伸びたり縮んだりっていう風にするんですけども、その機能っていうのが朝から夕方になれたなるにつれてどんどん固まってくる、この伸びたり縮んだりする運動がなくなってくるってよくるんですけど、そうなるってことは、要はどうなるかというと、カチカチになってきて、普段足裏でクッション的に支えてる、要はバネみたいな感じなんですけど、足裏のバネがなくなっちゃうので、そのまま負担が膝とか腰とかに来るっていう感じなので、実は足裏のアーチの筋肉ってめちゃくちゃ大事で、そのアーチの筋肉を補助する靴下っていう感じになってます。なので、要はどういうことかというと、疲れにくい、その分、筋肉が落ちてきて伸びたり縮んだりする筋肉がなくなってきたとしても、靴下が補助してくれるので、疲れにくかったりとか、怪我の防止になるっていうところが、まず一つ機能的なところっていうのと、二つ目のところっていうのが、足裏の部位によって、生地の素材を変えてるっていうところで、普通靴下って、大体1枚が同じような生地になったり、よう来られてでもかかととつま先がちょっと分厚いぐらいの靴下しかな、僕は見たことなかったんですけど、これに関しては、かかととつま先の靴下がパイル地っていう、靴下になってて、要はクッション性がある。先ほど言ったみたいに、疲れにくくなってるっていうのもそうですし、あとつま先、さらにもっとつま先の先っちょの部分っていうのは、摩擦に強い形状になってるので、破れにくいっていう感じになってるのと、あと足の甲が、メッシュ素材になってるので、通気性があったり足が蒸れにくいっていう感じになってて、この足のつま先かかとで生地が違うし、先っちょでも違うし、甲でもメッシュ素材があるっていう風に、1枚のソックスでも生地をそれぞれ分けてるっていう感じになってるので、蒸れにくいようになってたり、破れにくいようになってたり、足が疲れにくいようになってるっていう風に、1枚の靴下でも生地を変えてるっていうところが、まず2つ目のいいところかなという風に思います。で、これがですね、カラーが結構派手なカラーもあれば、これはブラックで購入してるんですけど、6種類ぐらいカラーがあって、丈の長さもアンクル丈から長い丈まであったりとか、結構いろんな丈があって、選べるという感じになってます。なので結構機能的な靴下っていう感じなので、普段からよく動きはる方とか、例えばジム行く方とか、スポーツする方とか、ランニングする方とかには、特におすすめの靴下じゃないかなというふうに思いますし、それ以外にも普段履いてはる方でも、絶対筋肉って夕方になったら、さっきみたいにアーチの筋肉が伸びたり縮んだりしなくなってきて、疲れて伸びっぱなしになっちゃったりするので、それを補助するためにも機能的な靴下かなというふうに今の中では思ってます。ただ使ってみたらどういうふうに感じるかわからないんですけど、この後使ってみた感想は言うんですけど、そういう形になってて、一応値段がですね、1400円プラス税ということで、靴下1足にしてはまあまあの値段がするっていう感じなんですけど、これを1回履いてみてですね、どんな感じだったかっていうのを、感想を言いたいなと思いますので、数回履いてみた感想がこちらです。どうぞ。
はい、それではですね、何度か着用したんですけども、こっちは結構履いた瞬間からサポートされてる感じがすごくて、特に一番感じるのはどこかって言ったら、この足を入れた裏側ですかね、そのやっぱアーチの部分っていうのがかなりこうサポートされてる感じで、生地感もその場所によって生地の分厚さやったり通気性を変えてるっていうのもあって、やっぱりよりかかととかつま先のところにクッション性があるので厚みがあって、こう履いてて守られてる感っていうのがあるなっていうのが、この靴下の感想です。で、サイズ感的には、一応表記のサイズでは購入したりしてて SML XL ってあるんですけど、少しちょっと大きめの作りで作られてるのかなという感じで、だいたい 0.5 センチぐらいなんか気持ち大きいんかなと思います。だから例えば僕は28センチで LL を購入してるんですけども、それだと少し大きくて、ちょっとこう先っちょが余るような感じで、僕普段28センチで全然問題ないんですけど、これに関しては少し大きいんかなと思うので、少し一応 0.5 センチぐらい下げても問題ないかなと思うので、僕やったら L サイズで購入してたらジャストかなというふうに思います。なので、特にこうランニングとかマラソンの方が履いてらっしゃるっていうのも聞けば、なるほどなっていう感じで履いてみたら、そんな感じで思いました。はい、というのが感想です。こちらのソックスがですね、ペーパーファイバーファイブフィンガーソックスというソックスになります。で、こちらがですね、先ほどのソックスと大きく違うところっていうのが、まず素材が紙であるっていうところなんですけど、紙っていうのはペーパーなんですけど、普通のペーパーが、要は細かく裁断されていって、細く細く裁断されていったものをよりよって一本の糸にしてるっていう感じになってるので、まず素材感が全然違うっていうところになってるんですけど、そのいいなと思うところが3つあって、まず1つが、ドライ感があるっていうところで、速乾性があったり、感覚が、実際これを履いて雨の日のテストっていうのをしてるんですけど、雨の日のテストでも、びちょびちょになってる感じがない、ドライ感がある、乾いてる感じがあるっていうところが、検証結果でもあるみたいなんで、その辺があえて紙を使ってて、特に蒸れやすい足に、ドライ感があるっていうところが、まず一ついいところかなというふうに思います。もう一つがですね、摩耗しにくいっていうところで、普通のソックスより5倍ほど摩耗しにくくて、もともとやっぱり紙でできてるっていうところで、綿じゃないので毛玉になったりとかしにくいっていうところで、強度が5倍ぐらいあるっていうところがいいところかなと思います。で、もう一つがですね、先ほどのソックス一緒なんですけども、アーチサポートがある、足の裏でいうところの横アーチ、縦内側アーチ、縦外側アーチっていう、この3つのアーチの、サポートもついてるっていうところになってまして、で、こちらがですね、値段が2000円プラスで、ということで、先ほどの靴下より600円ほど高いんですけど、これは多分素材分、紙のペーパーを素材に使ってるっていうところで、少し値段が高いんかなというふうには思うんですけど、こちらもですね、実際、履いてみて、どんな感じだったんかなっていうのがありますので、実際履いてみた様子をどうぞ。はい、という感じでですね、実際今もですね、こうやって靴下履いてるわけなんですけども、日常的に使ってて、まず最初パッと履いた時の感覚で、そんなに全然違う感じは全くなくて、特になんかそんなすごいっていう感じはなかったんですけど、唯一違いを感じるかなと思ったのが、僕は晴れた日もそうなんですけど、雨の日も履いたりしたんですけど、雨の日にこう濡れてる不快感がないっていうのは、これはすごいなと思って、雨の日とかって靴の中ピチョピチョになっちゃったりとかしたら、ほんまに不快感でしかない時ってあると思うんですけど、そういうのがなくて、結構なんていうんですか、濡れてるは濡れてるんですけど、なんかドライ感があって、皮膚と靴下がこうベチャーとひっついてるっていう感じがあんまりなくて、なのであんまり濡れてる感じがないっていう感じのが、今まで味わったことない感覚やったんで、これはすごいなというふうには思いました。ただ基本的に普通に普段履いてる時とかにそんなに違い感じるんかって言われたら、他僕は感じなかったんで、雨の日はすごいなというふうには思ったんですけど、そこぐらいしか僕はちょっと感じれなかったっていうのが、一応これの履いた感想という感じになります。で、実際ですね、レビューとか見てても、雨の日とかでもドライ感はありましたっていうレビューがあったりとかして、どういうことやろうって僕あんま意味わからなかったんですけど、履いてみたら、あ、こういうことかっていう感じで、確かにドライ感はあるなっていう感じで、なんか乾いてる感じがするっていうか、べちゃべちゃな感じがしないっていうのが、正しい表現なのかもしれないんですけど、そういう感じなので、濡れてる不快感とかがないので、これから梅雨の時期とかであれば結構いいんかなというふうには思います。ただ日常でそんな晴れてる日に違いは感じれなかったのは僕の一応個人的な感想です。
はい、以上です、はい、ということでですね、まあ、両方とも日本製のソックスで、で、まあ、値段的にはまあ普通に例えばユニクロとか行けば3足で1000円とかがあるので、まあ、少し高く僕も感じるのは感じるんですけども、例えばスポーツする時にはこれとかっていう感じにやってもいいかなと思いますし、あとまあそのアーチサポートが両方ともあるので、まあ、怪我をよく足の怪我をする方とか、怪我の防止としてこのソックスを履く方もいらっしゃるみたいなんで、まあ、そういう意味ではスポーツする方だけじゃなくて、まあ、怪我のサポートのために履いてるっていう方もいらっしゃるようでした。はい。ということで、まあ、普通の靴下プラスアルファの機能があるというのが、今回 C3FIT の靴下の紹介になります。では、今回は C3FIT の靴下を紹介してみたという動画になります。以上、ありがとうございました。